こまでだね、オビト。くそいい作戦だよ。オビト、虹の方向。あ、カトン、豪華級の術。少しだったね。そんな、先生いつの間に。ちっ、また失敗かよ。成長したね、二人とも。それにチームワークをよく分かってる。さて、あとはこのタイミングで。カカシ先生、今日こそ勝たせてもらいます。ここまで姿を隠していたのは作戦の一つかい？いえ、先生相手に二人を守りながら戦うのはきついんで。だから二人がやられるのを待っていたか。よし。何？やるね。けどそれじゃ俺に勝てないよ。まだまだ。影分身。未完成だがこれで。決める。言ったろ、俺には勝てないって。カカシ、君の負けだよ。そんな、なんて速さなんだ。あの時。実力はすでに常人クラス。あれを仕掛けてなかったら勝負は分からなかった。だが、今の君は。もう少しだったのに。もう少しか。もう少し。あの頃の俺はもう少しで先生に認められ、そしてもう少しで本物の忍びになれると思っていた。だがあの頃の俺は忍びについて何一つ分かっていなかった。俺はチームワーク、仲間とのつながり、オビト、リン、そして先生、三人が教えてくれたかけがえのないものだ。そしてそれは今はあいつらの心にしっかりと伝わってるよ。次はあいつらが皆から伝えられたものを次の世代に伝えていく。次の世代はもう目の前だ。俺もそろそろ。あ、いたいた。ん？おい、加賀先生。新しい任務があるって綱田様がお呼びです。早く行こうぜ。ああ、今行く。でもまあ、もう少しだけ見守っていないとな。また来るよ。加賀先生ってば、何やってたんだよ。ああ、まあ、なんというか。どうせまたぼーっとしてただけなんでしょ。いやいや、人生という道に迷っちゃってね、ついつい物思いにふけてた。ああ、はいはい。新しい任務ってば、楽しみだな。ね、さくらちゃん。あんたそればっかりね。まあね。